<laughs> 5ポイントまで返,ってくる返事してくれたよえーと明日ケアマネ試験日ですね前日の過ごし方過ごし方として以下のポイントを意識してみてください1軽い復習を行う軽いね 前日に新しい知識を、えー、と詰め込ますぎるのは逆効果になることも、えー、と軽い復習をして過去問や重要なポイントを確認する程度に止めましょう。特に自信のない、うん、自信のないところはね、集中するのはではなく全体を見ましょうって感じ。それでもやりたくないな。それでもね、全部遊びたいなって感じ。<laughs> 軽い福祉でもやりたくないな2リラックリラックスした時間を書こうそれそれ欲しいですよそのアドバイスは1にしたかったですよ1はリラックスですよ適度適度適度なリラ,リラックレーション リラ,クえリラックゼーションできれいなリ,リラックゼーションが必要です必要ですよ最も必要ですよこれは少し散歩をしたりね朝行きたかったで今もう冷やし強いですの、ね、さ暖かいのお風呂に入って体をリフ,リ,レリフレッシュさせてくださいえっ、ー、と乾燥や呼吸あんこれなんだ乾燥だったっけ呼吸法も 効果的です。この文字って何の文字これで、せいこれ、こう、この、この、これって感想感想じゃないね。なのだ。あ、もしかしてアウトのこと <laughs> 高級法も効果的ですそうですよ。私だから今日温泉ずっと行きたいですもんね。私、サウナが好きですよ。サウナが好きで、 えっと、ずっとなんかジムならね、サウナが、えっ、ー、と、ありますので、ほぼ毎日サウナ入りましたけど、今年がね、今年は、まあ、一応、えっ、ー、と、まあ、その、ね、ジム行くにはね、3時間とか4時間はね、かかっちゃうの。ちょっと離れてるし、で、またね、サウナオフとかも1時間やん。そう、なのでね、今年はやめたの、ジム。なので、ずーっとサウナ入行きたいって思ってて、 なので今日行きたいなと思ってけどよく行くこの近くの温泉ってさサウナはなんか私日本語わからないですけど水の方のサウナですよ私暑い方のサウナが好きですけどこの近くは水ちょっとなんかね水ポチ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 その感じのサウナですのであんまり好きじゃない方ですので他ねそのこの辺はね人気ところはどっかあるのかなって調べようと思ったけどその前にね ちなんと <laughs>、うん、ビチ先生を聞いてみようってと思ってそうそうで一番は軽い福祉と言ってたでしょ朝もね朝5時起きてやってたよねいいじゃんできたダンはい次はリラックスした時間を過去はこれからですよって感じね3本目行きたかったですけど朝はねその学問集中しちゃってもう8時半までだと なのでね、朝じゃないと今ちょっとねあとまたまたまた午後行こう3番バランスの取れた食事よ本当よこれバランスがある食事とのことですよこれも大事だと思う試験前日は消化にいい栄養バランスをの取れた食事が心がけましょう食べ過ぎや消化に悪いものを避けて えと炭水化物やタン,タンパク質ビタミンをバランスよくとりましょうそう私も本当に前日なら勉強するよりそのね食べ物とえっ、ー、とリラックスねその時間がねちゃんとしないといけないかなと思ってそちら方がねじゃあ今日の今日の昼ってもしもし昼前は温泉行けたら昼でえっ、ー、と温泉で えとお,おさなんか刺身とかね食べてみたいねだってお魚は脳にはいいものですもんね、うん、4十分な睡眠あそういえば昨日0時ぐらい寝て5時起きたので5時間だけですよ昼寝するうん今日ね今日10時から寝ようかそう今日1今日22時から寝ようで次 十分な睡眠だよねだね。五、試験当日の準備を前もって、あ、そう、そういうこと。<laughs> いいことチャットリビて先生、いいことは私ね、なんか今日やることってね、書いてたの一応、<laughs> リストで、で、その中でね、面白いですけど、時計を借りることですよ。私、売れ時計がないですので、時間見えないですよ、当日は。うん。 ゲーター使えないですもんねなので今友達に LINE してるところで時計はね取りに行くのねこれからそれとね鉛筆はね鉛筆はねまだ、えー、と用意できてないか今まであまり使ってないですからね鉛筆も用意しないとそれと出券表出券表見てみて出券表見てみていい筋でしょ こんな感じままるるう,んうんうん、明日午前9時9時9時よりじゃあ9時着するね9時か9時,、うん、9時にしよう9時にで午前9時30分までは着席あそういえば私ねメガネ探さないといけないメガネがないとね自分の目見えないやんけどね メガネ探したけど、どこに落ちちゃったかなこにメガネはね、なくすの私。困るね。メガネが大事ですよ。なんか僕落ちてる。はい。じゃあ、チャットリベス先生。ありがとう。アローバース、ありがとうございます。その通りやりますよ。本当にその通り。やりましょう。ありがとうございます。ああ。 そういえば、今年、今年のケヤマネ試験、試験は、出題傾向、大傾向、出題傾,傾向、あー、ちょっと待って。その、じゃあ、改正 の出題傾向を教えてください。聞いてみよう。聞いてみよう。今年、さすがチャットジビ t 先生はね、早いですよ、返事するのが。けどね、あまりね、分、うん、からな,ないこともね、すぐ返事するのでね、信,信用できるかどうかはね、自分の。 自分次第ですよ。結局、最後は自分のだよ。今年のケアマネー試験では、2024年度の介護保険制度改正に基づいた問題が出題されることが予想されます。あ、よ予想、あ、そうね。予想されてます。特に、入場な改正点は以下の通りです。いますよ。一緒に見る保険料の、え、明細か。ノ,ノートって何だ さすがね。これすごい。ノートもリンクするのすごいないい。いい。さすがね。なんだこれ。いい。誰が、何がこれ。いいもの見つけたみたいでしょ。み皆さん、一緒に見る。ねこれね。 じゃあ来年皆さんもさ、チャットリビジ先生も聞いてみる聞いてみて。まあ、参考になれるかどうかわかんないですよ。ある程度自分もね、えっ、ー、と、基本知識がないとね、今、チャットリビジ先生言ってることは新しいかどうかはね、わかんないとね、困るよ。ね、これ、私の質問ね、今年の慶應ね、試験は、学生後の出題、傾向を教えてくださいと言ったらね、こんな感じ言ってたの。 まあまあ、それらしいやね。保険料の、なんとか、私、読めないですけど、うん。こんな感じでね。9段階から13段階に、えっと、ね、こまめにする,る,するとっくに、こう、そこで、その、負担料と、えっと、負担、えっと、うん。まあまあ、そういうことですね。それでね、私、初めて見てたのは、この、ここ、ここですよ。この、多分ね、これ、新しい、ちゃんとリビチーの新しい機能のかな これは、この情報は、どこから持ってきたかというのことをね、この押すの。これ押すと、すごいでしょ見て。おー、いいね。チャットリこれはね、いいだよ、ね。根拠があるとのことですね。これるの。で、ケーマネー試験2024年、えっと、改正をブブブブブブそんな感じですよ。下の方行くと、こんにちは、ももです。 まあまあ今これ見るのはねあまり好きじゃない方私チャットリビティうん今のところはね慣れてないので脳はね使いすぎ脳は明日のため使うのでちょっとチャットリビティぐらいは、えー、とまとめてるのでね読むぐらいの方がいいかなっていうのは保険料の13段階でモニタリングの頻度を見直しですねそれはねうんえちょっと待って 京都介護支援における表に行く頻度が月1回から2か月に1回と減,減,減少するななどを変更するだってそれはなそれはななぜなんかねだから本当に自分の知識がないとこれちょっと誤解するよねなぜえっとなんか訪問する頻度は減っているというのは そのテレビ電話ありますよそれはちゃんと設定が,があると,、えー、となんか直訪問するじゃなくてそのねそのリ,リモートといいますかリモートを使ってやってもいいらって、うん、なんですけど、えー、と例えば2階の中で1回は直接訪問しないといけないんですよ、うん、なのでもともと1回、1か月1回でしょ うん、なんですけど、うん、そのリモートができますので、まあ、リ,リモート、ずっとリモートでもよくないですので、例えば、今までは、例えば、今月を何月 ?10 月、10月行くでしょで、11月もう一回訪問するでしょそうじゃなくて、じゃあ10、10月は、えっ、ー、と、リモートでやって、でそうすると、11月は絶対行かないといけない。そんな感じですよ。なので、減ってるって感じは、その意味ですね。 タビスの新設それなんだ訪問会合と受賞会合の組み合わせ、新しい複合施設。なにこれ <laughs> ちょっとジビジ先生、これって今年じゃないでしょ今年って今年、ここにあるのちょっと見て、ちょっと,みちょっと見るよ。会合、これに煎じるなんだこれ よくみんなノートで使ってるね。ノートじゃんロックコンモっていいことのところらね。はじめて知ってましたよ。なにこれ。 ちょっとね、詳しく読めみ,みたいなと思ってえ一、ー、1ヶ月ねもうえっ、ー、とメモリはそこまでは余裕がないですので。